なんか先ほど、最近引っ越した。はい。それえー、っと、拠点だった、九州からってことですか。あ、拠点だった九州は、去年引っ越して。で、今年は、えー、さらにまた、東京から東京へ引っ越しました。あでも、まあ、間がないのに、何かあったんですか。かあったんですよ。心霊現象が止まんなくて。<laughs> 私、心霊ロケに、今年行かせていただいたんですよ。そしたら、ちょっと連れて帰ってきちゃったみたいで。 もう家にいるときに寒気が止まらなかったりとかそういうねもう女の人の声が聞こえるとかあったりして本当に私つきやすいタイプらしくて私人間大好きなんでなんかお化けも間違えて寄っちゃってくるっぽいんですよだからそれが怖くて引っ越しました新しいところはどうですか最高何ももななない <laughs> 置いいい置ててててて帰りました前のの家にあでで出出こここっととすき今ろ さっきメイクさんも霊感がある方であの今のところ何もないよって言われたんで安心してますで九州にいた時もそういうようなことがあったんですかいや九州にいた時はあの何もないですねもともと本当にすごい家賃3万5千円のところに住んでて結構ボロボロだったんですよだからまあ幽霊もそんなとこ住みたくないよなって思うんで <laughs> 全然福岡ではそういう現象なかったです